大丈夫です。こんにちは、ルシェナムワンか、ナムワンと申します。マジャクシェンライ、あ、シェンライから来ました。よろしくお願いします。はい、トワリーか、チェンチューキコか、よろしくお願いします。いつもね、このイベントは割とね、太陽ね、フェスティバルっていうことで、まあ、今日はちょっとね、全然時期違いますけども、ソンプラフェスティバルということで、ちょっとタイのね、お話をしようかなと思ってるんですけども、何かあれですか、ソンクラについてね、せっかくなんで説明をしていただいてもよろしいですかね。はい、はい、どうぞ、どうぞ譲り合わないで。ソンクランはですね、毎年4月の13から15日にあるふりかけ祭りですね。もう日本ではもう有名です。そうですね、まあ、名前はね、一応旧正月っていう意味なのかな。そうですね、タイの旧正月をお祝いする、うん、お祭りなんですけれども、はい、まあ、昔は日本みたいに何だっけ、お坊さんとかおじいちゃんおばあちゃんとかに、はい、お清めのお水をかけてあげるっていうお祭りだったんですけど、うん、もうそれがね、今どん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 大きくなって、若者も遊べるように、もう知らない人にでも水をまかけ合って、で言葉が通じなくても楽しめるお祭りっていうことで、水かけ祭りっていうのが今すごい有名になってきてますね。はい、そうですね、もうだからその時期になると海外から、ね、わざわざそれを楽しむために。そうなんですよね、まあ、タイって、ね、観光客で成り立ってる観光の、ね、国ですからね、はい、結構そういった誰でも水をかけていいっていうね。そうなんです、はい、でも混むので、うん、交通機関もすごい混むらしいんですよね。はい、でなぜかその時期になるとあんまり、ね、水不足になってしまう。そうなんです、時ぐらいに行ったきり行ってないですね。その時はあれですか、白い粉とかつけられました。あ、その時やってました。やりました、うん、あれベビーパウダーで ね、はい、ね、水に溶かせ、なぜかここに用意されてるんだけどね、わざとらしくて本当は水かけ、ね、祭りをやるとこう流出症になった時にね、その後にみんなでこう白い粉をつけるっていうのが、私はその時行った時に、はい、その、うん、水かけ祭りの時、なんか車の上に乗って、はい、あ、そう、タイはピックアップ車が多いじゃないですか。はいはいはい、車で何台か、それの上に乗ってました。はい、あ、乗って？そうそう、で、かけてたんだ、水を。水をかけられてた。かけられてた？そう。車の上に乗って、なんか何台か通るんですよ。はいはいはい、車の上に女性が乗って、うん、何、出汁みたいな感じ、まあ、お祭りです。出汁っていうか、そんな感じ、ピックアップ車の後ろに大きなタルを乗せて、うん、その中に水入れて、はい、私もちろんかけますけど、かけ合う、かけられる、かけられる方が多い。多いと思います。なるほど、めちゃめちゃ冷たかったですね。さっき話したその白いパウダーなんですけど、はいはいはい、もうね、今カラフル、インスタ映えかな、うん、すごいピンクのパウダーとかね、いろいろ出てきた色がね、すごい言ってて、ね、だんだんなんかエスカレートしてる。そう、すごい結構もうみんないろんな色でインスタ映え狙ってるから、ね、はい、うん、そうなの。他ですか、タイの行事でなんか有名なのとかってあれですか、その水かけ祭り以外では。はまあ年末ぐらいになると、うん、灯籠流しとか、はい、あ、日本もやりますけど ね、 ね、うん、そう、あれがね、はい、ラプンツェルでも有名。思い出した、コムロイ。ね、そう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 、やっと今思い、昨日思い出せなかった。そう、あと灯籠流しのね、コムロイっていうね、こうみんなでね、気球っていうのが、ちっちゃなね、そう、気球みたいなのあげる、みんなが知ってるような、台風焼きそばって言われてる、はい、パッタイ、はい、とか、あとガパオライスとか、うん、まあ、グリーンカレーは主に好きですね。はい、グリーンカレーとか、ね、日本でもなんかそういった、ね、セットとか売ってますもんね、うん、いろいろ売ってますね、うん、作ったりしますか、タイカレー、グリーンカレー。タリは、タリはもうお母さんが、あ、お母さんが作りますね。お母さん、ナマさんは お家ではタイ料理とか作ります、うん、どんなもの。
私は結構基本何でも作る、カオマンカイも作りますし、元気を、はい、あ、グリーンカレーも作りますし、うん、ガパオも作り、どれがあれですか、簡単に作れます、タイ料理ですと、最近カオマンカイは、うん、あの、なんか聞こえない炊飯器で全部炊飯器、はいはい、そう入れてピッて押すだけで全部出来上がるので、カオマンカイはね疲れる日とかせっかくなんで、もしよかったらちょっと調理方法を教えてすぐできるんだったら、まあ、でも普通にお米を炊く感じに、あのお米を入れて、うん、あとはもう調味料入れて、調味料、はい、どんな調味料でも、ね、人によって味付けが違うんですよ。で、あとちょっと油を入れるんですよ、あのサラダ油へと、あと鶏肉を入れて、あと生姜を、はい、刻めば、はい、刻む、はい、あと輪切りにする人もいるんですけど、それを入れてピッと押すだけでそれ方にできるんだ。できるんです。最近はね結構そうやって時短をしてる方が多いですよ。そうだって。他はどうですか、なんか 今ですとやっぱタイとかも季節によってあるんですか、あの旬とかあんまりない。ああ、ね、果物、あ、果物でしたら今はどんな果物が美味しいですか今、はい、うん、ちょっとあんまり聞こえないみたい。今はドリアンですね。ドリアン、はい、今は旬はドリアン。あとリュウガン、リュウガン、はいはいはい、ライチみたいなやつね、はい、そう、ライチみたいなやつとか、あと、ね、あれなんだっけ、あ、日本語が出てこない、あ、なんだっけ、あ、カスタ、アスタードアップル、アップル、カスタ、カスタードアップルじゃなかった、違ったっけ、シャカ糖って言われてるんですよ。そう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 、お釈迦様の頭みたいな、頭、こっちしてます、知らない知らない、あの食べ物、フルーツ、そう、お釈迦様の頭みたいなやつで、あ、カスタードアップルだ、それが、ね、はい、かもしれない、うん、っていうのが ね、あんまりでも日本では売ってないかな、はい、カスタードアップルは日本には ね、あんま柔らかいからね、あ、あんま持たないのかな、持たない、タイじゃないと食べれないのかな、現地行った時はね、ぜひすっごい美味しいです。大地ね、もう最近何でもね、カクテルとかでも使われてるぐらいだからね、なんだっけ、ハイチーと ランプータンで一緒、違う、また違うんだ、ランプータンは、うん、ケバケバしてるやつ、はい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 、ライチは、まあ、丸っこいやつですよね、うん、そうそうそう、また違う食べ物参加してねそうそうそう、また違うんだ、そう、また違う、タイはね、フルーツが多いって、うん、あと、あのね、お酒飲んだ人はドリアンを、ね、食べるんですね、これ有名です、知ってました、はい、知らなかった。これは気をつけてくださいね。ドリアンとお酒は相性が良くない。お腹の中で、ね、発酵しちゃうんだって。お腹が痛くなるそうなんで。お腹がパンパンになっちゃってね。そう。危ないです。はい、気をつけて。本当なのかなそれ。本当らしいですよ。でもタイ人はもうそれが怖いから死んじゃうよっていう、うん、食べたら死んじゃうよっていうふうに言われてる。それだってね、お腹が。ね、風船じゃないんだから、爆発するっていう風に言われてますけどねタイでは、はい、私テレビで知ったんですけど、はい、テレビでテレビで知ったんですけど、はい、迷彩をね、迷彩の服を着るとね、うん、罰金とかっていう、うん、罰金、うん、なんでなんか多分そのタイ の、うん、あの兵隊さんと同じ柄の迷彩を着て歩いてると捕まるらしいんですよ、うん、え、最近知ったんです。そう、そういえばほらタイって徴兵がくじ引きっていう、あ、そう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 、ね、赤か黒かって ね、そう、それ結構面白いんですよ。してました結構ね、なんか倒れたりする人もいてね、見舞いとか、ね、あのおかまちゃんとかがね引いちゃって倒れちゃうとかね、あ、当たったっつって、あれはね YouTube とかで見るとね結構面白い、ね、結構いろんなことね、日本と全然ね考えられないようなことってタイで普通にあったりとか ね、面白いです。あとは電子タバコも持ち込みダメですし、電子タバコ、そうそうそう、あ、それは知らなかった。結局税金を払ってないからってね、そう、電子タバコって持ち込みダメなんですよ、電子タバコ、タバコタイに持ってっちゃいけないってこと、持ってっちゃいけないです。そうなんだ、アイコスとかね、そうなんです。だからもう紙タバコで、タバコ吸う人はつけてだってほらタイのほらあのタバコのパッケージって
なんかそう見たことあります？がんのない、ね、そうなんかすごい気持ち悪い写真がいっぱい手術した後の写真がついてますよ ね、あれの飛行場で売ってますもんね、あのタバコね。そう結構ねいいお土産お土産になってる、ね、そうそうそう、すごいよねあれね。見たことないですか、ね、知りません？知らない。あのタイのタバコのパッケージってもう肺の写真だったりとか、肺がね、うん、真っ黒の肺とかの写真とかもう歯がねボロボロのところで写真とかがパッケージになってる。でなんだこれとか言ってる。そう。飛行場にそれが売っててすごいびっくりしたことあるんだけど。そう。結構ねお土産には喜ばれるんですよ、ね。こんなの土産で買っていいのかなみたいな、ね。ね、珍しいからね。おおっていう。そうそうそう、はい。そういうのがあります。はい。去年ね タイの映画ってね、まあ、タイって1年に何だろう40本ぐらいかなしか作ってないんで、あんまり日本に入ってこないんですよ、どうしてもね。うちわ受けの映画が多くて、結構コメディタイね、やっぱコメディがすごい有名なんで、なんかコメディアンが出た、ね、映画とかが多いんで、ちょっとうちわ受けの映画多いんでね、なかなか日本に入ってこないんですけど、去年ねこのバッドジーニアスっていうね、カンニングをテーマにした作品が日本で9月にね今日公開されて、これがね日本で大ヒットしたんですよ。半年ぐらいロングラン、だいたい日本で公開するとね1ヶ月か2ヶ月ぐらいで終わっちゃうんだけど、これ半年やってたんですよ新宿で。でしかも最初1巻でやってたんだけど、もう人が集まっちゃってもうどんどん映画館が拡大してったっていうね、ちょっとカメラを止めるな現象がねバッドジーニアスでも起こったんですよ。すごい。でこれ今ねDVD 出てますんでね、ツタヤとか行けばレンタルできるんですけど、で、まあね、今年ねこのバッドジーニアスの制作スタッフが新しい映画を作ってくれたんですね。でそれが日本で公開されました。今そこにポスター貼ってあってチラシもあるんで、後でよかったらお持ちいただければいいんですけども、これがねちょっとまだ早いんですけど10月の5日から公開されまして、ホームステイ僕と僕の100日間っていう作品なんですね。でこれ実はね日本の原作になった映画化された作品で、森エイトさんの、カラフルというね小説を、これカラフルっていう作品は日本でも実写あとアニメにもねなって、アニメの方が結構有名なんですけれども、でそれをねタイが実写で、これ去年タイで公開された映画なんですけどもね、割とうちすごいよく絵が良かったんですよ。タイでもタイってね日本の映画館の料金の3分の1ぐらいで見れるんで、結構学生がね映画学校終わった後にみんなで映画見に行こうよっつって気軽に映画館にみんなで見に行けるっていうね、ちょっと日本とはだから日本はちょっとやっぱ高いんでね、そうですね、あんまり学校帰りに行こうっていう気にはならないと思うんだけど、ね、タイはねもうだからみんなでこうね映画学校帰りにみんなで映画を見に行こうみたいなのが多いんで、割と青春映画もタイでは作られてるんですけども、でこれねなんでこの僕と僕の100日間で僕と漢字カタカナで僕が漢字になってるかっていうと、主人公がね死んだところからお話が始まるのね。であなたは当たりましたよって言われて、地上下界に戻ってもいいですよって突然言われてしまう。でだけどまあ自分の体はもうね肉体はもうないので、このねチラシに写ってる高校生の自殺した体の中に入ってもいいですよと、それだからホームステイっていう、この体の中にホームステイをするっていうね。でこの100日間っていうので、この彼がなんで自殺をしてしまったかっていうのを100日間かけリミットでその体の中に入った人が調べる。ちょっとミステリー仕立ての、いろんなこうジャンルが入って SF も入って、ね、ファンタジーも入ってるし、ね、ミステリーも入ってるし人間ドラマも入ってて、結局面白そうです、彼がだから、ね、どういう人かっていうのは全然わからない状態で100人、ね、生活しなくちゃいけない、ね、誰が親で誰が、ね、友達だとか全然わからないのに学校に行けなかったりとか、
ねね、学校では彼がどういうことをしてるのかって全然わからない状態で話が進んでっていうねお話なんですけども、でこれヒロインの女の子がね、あの後輩の、まあ、彼がまあ先輩なんだけど後輩のねヒロインの女の子が出てくるんですけど、これをあの BNK48 のキャプテンがやってるんです。BNK48、まあ、これがね映画初出演なんですけども、で彼女はね BNK48 はあのタイのフェスティバルとかにもね来てますし、そこの NHK ホールの去年紅白にもね出てまして、実際日本にもね何度か来てるんですけども、多分ねこの映画でねあの来日とかもすると思うんで、もしかしたら会えるチャンスがこの後あるかもしれないんで、多分ねあの完成披露試写会とかやってくれると思うんで、あのこの映画のホームページをねもう 毎日見てればいつか応募が行ってみたいですけどね、日が来ると思う、うん、そうすればもしかしたら目の前で彼女を見て映画もタダで見れるかもしれませんのでね、で、まあ、見れなかった方は10月5日から、はい、新宿同じねこのバッドジニアスと同じ新宿武蔵野館で公開されますんでね、ちょっとまだお時間かなり間ありますけれどもね、あのちょっと、はい、覚えていていただければと、ぜひ見に行ってください、はい。